はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係8をお送りします。でね、長くなりましたけど、このタイトルシリーズもこれで終了です。次回からはね、剰余の定理と因数定理やっていくんですが、で最後はまたね、今までと違うタイプの問題を2問取り上げていきます。で、特に2、こっちがちょっと難しめです、2に関してはね。なので、まあ、できそうな子はぜひ動画を止めてやってもらって、で、確認してもらって、分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、x2-2kx+4k+5 と、まあ、式があって、こいつが、一次式の2乗となるように定数 k の値を定めよう。まあ、k を求めようってことだね。つまり、やりたいことは、こいつが一次式の2乗。だから、括弧、例えば x-5 の2乗みたいな感じ。x の一次式の2乗だから、中身がね。で、そうなるように求めたい。で、こう出されたら何をやるかっていうと、これまずね、こいつ、もともとある式。ちょっと待ってな。で、これ、イコール0にしてしまいます。つまり、二次方程式にちょっと、ね、話を変えるの。イコール0をつけてね。で、こいつが2乗、左側ね、2乗になるってどういう時かっていうと、これが重解を持つ時な。こうなります、話が。まず、ここをね、リンクさせないといけない。こいつが一次式の2乗となるっていうのは、イコール0をつけた二次方程式が重解を持つときなんです。で、なんで重解を持つときかっていうと、重解っていうのは、例えば、こうなると、これもともと、この2乗を外すと、こういうことじゃんか。同じ括弧が2個あるって。だから、ちゃんと書くなら5と5なんだよね。答えが5と5。でも、二つ同じの重なってるから5しか書かない。重なった解だから重解になってると。つまり、2乗になってる状態が重解と繋がるのね。なので、この二次方程式が重解を持てばいいと。で、重解を持つってことは、判別式をやればいいんだよ。で、判別式やっていくと、4分の D 使えるね、これね。4分の D イコール B' の2乗。B' 半分がマイナス K です。だから、それの2乗だから、K の2乗。で、マイナス AC だから、これにマイナスをかければいいね。こっち1だからね。マイナス 4K、マイナス5。で、それが重解だから、判別式がイコール0でしょ。で、あと解くだけっていう。ね。で、これ因数分解すると、K-5 K+1 イコール0、つまり K イコール5とマイナス1と、これで終了です。いいかな、これで終わりだからね。っていう感じで、まあこういう風に出されたら、こういう風に話がつながっていくのをね、覚えてもらえればと思います。で、2番ですね。ここがまあしんどいです、結構ね。あえて取り上げたんですけど、まあ、最後だと思ってね。で、2番は、x2+xy-6y2+x+7y+k っていう文字が3つやんみたいな感じなんですけど、xyk が入ってる。で、こいつが、xy の一次式の積に分解できるように k の値を定めに行きます。で、xy の一次式の式、一次式の積だ。で、どういう状態かっていうと、最終的には、これあれね、例えばだけど、こんな感じ。まず一次式の積に分解するから、一次式と一次式の掛け算なのね。で、しかも xy が入ってる一次式、中に2乗とかがない状態。ちゃんと一次式、一次式、一次式、一次式だから、x も y も。で、こういう状態に持ってきたいんです。これが目的ね。で、何をするか、まず。っていうと、さっきと同じで、まずイコール0を考えます。で、考えるんですけど、この場合、まず x の式だと思ってまとめてください。で、どうまとめるか。x2 乗は1個しかないので、x の2乗でしょ？で、x がついてるのが、こことここにあるので、プラス、カッコ、y-1x って、x でまとめて、こうやって。
残り、まあ、点数項に当たるところ、ここは全部プラスのにしてまとめて入れちゃいましょう。マイナス 6y2 乗をプラス 7y プラス k と、で、ごめんね、ちょっと狭くなったけど、イコール0と、これも二次方程式として考えていきます。で、すいません、入んなかったんですけど、これちょっと1番でしますね、この式を。で、1番のまず判別式考えます。判別式を今 D1 ときます。これね、判別式2回使うんで、この問題で D1 とするといきますよ。判別式イコール、これ B' が使えないんで B2 乗でしょ。 B がここ、まあ、ここ y-1 なんで、これの2乗、ちょっと暗算するね。 y2 乗-2y+1、 B の2乗-4ac なんで、-4 と1かけて -4、 それをこいつ全体にかければいいから、プラス 24y の2乗マイナス4かけてるから 28y-4k と。さあ合ってるか。でこうなる。で一応まとめちゃうからね、これもね。で、でかいね、 25y2 乗-30y か、合ってるね。でマイナス 4k+1 かな。で合ってるといいな。大丈夫そうだね。で、こうなったでしょ。で、これちょっと2番ってします。で、先に流れを言ってしまうと、判別式を出して、その式、これをもう一回イコール0って置いて、それの判別式をやるんです。2回判別式をやっていくと。でね、なんでこんなことをするかっていうと、今、もともとこれあるじゃん、もともとの式。これを因数分解しようと思ったら、例えばね、ちょっと長ったらしいですけど、ちょっとでかいんでこう書きますけど、因数分解しようと思ったらこうなるわけだよ。 x、 まあ x の2乗だからね、 xx になってここに入ると。で、ここに来るものっていうのは、これだったら解の公式を使った答えがこことここに来るのね。で、例えばちゃんと書くんだったら、プラス 2a 分の、だから2分のマイナス b プラスマイナスだから、プラスルート b2 乗-4ac が来るでしょ。で、その b2 乗-4ac が今 d1 なんだよ。ここ今 b2 乗-4ac やっただけだから同じね、ここね。で、こうなる。で、こっちも同じです。で、マイナスドーンって来るんですけど、で、何が言いたいかっていうと、ポイントはこのルート d1、 ここの部分。あのね、今最初にも言ったように、 xy の一次式の積に分解したい。だからこれが邪魔なの、ルート d1 がね。で、それを消さなきゃいけない。まあ、消さないじゃん。ルートを消さなきゃいけないんだよ。で、ルートを消さなきゃいけないから、どうなればいいかっていうと、この d1 が、なんとかの2乗になればいい。こっちみたいな感じ。一次式の2乗になってほしい。そうすれば、2乗の効果によって、これ消えるけど、ルートが消える、外れるから。そうすれば、最初に持っていきたかった状態に行けるの。いいね。ここがまず頭に覚えてほしいんです。ルートの中のこの D1 が邪魔なんだ。ルート消したい。だから D1 が2乗になんなきゃいけないんだって。いい？で、なんでこんな説明をしたかっていうと、ちょっと待ってね。今言ったように D1 が2乗になんなきゃいけないのね。つまり、今これね、あ、ここ2番じゃねえや。ごめん。で、今出したプラス1イコール0、これをこれイコール0の方ね、を2っておきます。で、2の判別式を D2 とします。今度 D2 で、これの判別式やっていくと、 D2 はこれ下入ってるかな？あ、大丈夫、全然大丈夫だね。これ B' が使えるので、半分15の2乗、225か、 225B' の2乗をマイナス AC なんで、マイナス25をこいつに配ればいい。
プラス 100K マイナス25か。今 D1 ここがね、さっき説明したように D1 がこうなってほしい。つまりこの丸2がこれね、こっちの問題につながっていくんだけど、2乗になってほしいってことは重解を持てばいいって今やったじゃん。一時式の2乗にしたいんだったら重解持てばいいんだもん。だから2乗になりたいってことは重解になればいい、この問題は。だからさっきと同じなの、判別式、このね、この式が重解を持たなきゃいけないんで、判別式もう一回やって、これがイコール0になればいいんです。ここと同じ状態で、こっちは K の2乗がないんでね、 K の一時式だから普通に解いていくと 100K イコール、ここが200になって持ってくるとマイナス200か、こうなるので100で割れば K イコールマイナス2と、いいかな、こういう風に解いていってください。ちょっとね、あの2回判別式使わなきゃいけないし、まあね、まあ、口で全部説明しちゃって申し訳ないんですけど、こういったね、頭の中の流れが必要になってくるので、若干ね、難しいんですが、結構狙われると、個人的にはね、今印象で思っているところなので、もしよかったらね、こっちの方も覚えておいてください。では、今回は高校数学、数2の解と係数の関係、丸8をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はね、最初にも言いましたけど、剰余の定理、そして因数定理をね、これから取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。